令和の水道橋博士が議員活動を休止、山本太郎代表、命より大切な仕事はありませんということで、まあ、これはちょっと驚きましたね。水道橋博士がうつ病で議員活動休止ということになりました。で、ちょうどいい機会でしたからね、これ令和新選組のホームページを見てみようかなと思っていろいろ見てみたんですけども、まあ、このようにね、水道橋博士の写真がドーンと載っておりまして、そして、このようなね、経歴も載っておりますけども、残念ながらね、いろいろこうして探したんですけども、今回の顛末に関して、この右の部分ですね、令和のお知らせの部分には、まだ水道橋博士の一件というのは全く載っておりませんでした。少なくとも本日の段階でございますよ。まあ、ここから載ってくるかもしれませんけどもね。ただね、議員活動を休止したということは非常に大事な案件でございますから、早急にこれは載せるべきだと思いますね。はい、ということで、水道橋博士のね、これを見ながら、そういえばね、令和新選組のホームページなんか見ることないなと思っていろいろ見ておりました。まあ、こんな形でね、いろんな会見の動画をずっと載せまして、その動画に関しまして、文字起こしをしているということで、まあ、面白いななんて見ていたんですけどね、例えばこの方のコラムの会見なんか、これ載ってますけど、真ん中、これ、堀口さん、誰でしたっけね、まあ、名前どうでもいいですよ。なんか眼光鋭くね、ガチンと見ておりますけども、なんかおっかなかったんですけどね、この方のなんかいろいろ書いてありました。で、先ほどのね、水道橋の博士の話に戻りますけど、うつ病ということで、これはね、もう純粋に本当にこういうふうに診断されたんであれば、治すべきですよね。我々保守陣営はこれに対してああだこうだなってことは言いませんよ。まあ、その反対側の方たちっていうのはひどいことをね、安倍さんに言っておりました。大調整ね、帰りへのね、話でございますよね。はい、代表的なのはこれ、大事な時に体壊す癖、覚えてますか？立民の石垣さんですよ。あのね、立民のアイドルの石垣さんがツイートしたということで、大事な時にね、体を壊す癖があるんですよね、安倍さんはと。さすがにこれはね、謝罪ということに追い込まれましたけども、それでもね、謝罪といってもね、あの木で鼻をね、くくったようなふざけた謝罪をね、しておりましたけどもね、はい、政治家なんかにならずに、仙台でラジオパーソナリティとしてですね、やっていけば、もうかわいいかわいいで終わったはずなんですけども、こんな格好してる場合じゃございません。さあ、そしてまたね、令和の、はい、このような公約、基本政策を見てみたんですけども、たまたまこんなね、8つの原則が出てきました。まあ、基本的にはどれもこれもむちゃくちゃということになるんですけども、例えば2番ね、これ全国一律最低賃金1500円というのをしきりに謳っていますけども、これごめんなさい、私の記憶違いだったら申し訳ないんですが、この1500円の後に鍵括弧で政府が保証と書いてあります。以前はこの政府が保証ということは言っていなかったような記憶があるんですけどね、確か私の記憶が正しければそうです。はい、当初1500円が最低賃金だということを謳っていたんですけども、韓国の実例を見ろと。皆さん韓国の大失敗してますか？最低賃金を上げたんですよ。その結果何が起こったかというと、その最低賃金を大企業は払えますけども、中小企業や町のお店、本当にちっちゃな工場なんていうのはこんな金額保証できないんですよ。となるとどうなるか、首を切らざるを得ません。そして新規の採用抑制できません。一人の人に対して過剰な仕事をさせるということが発生したのです。ですからその人は仕事は大変になりました。まあ、その代わり給料は上がりました。まだ報われているかもしれませんけども、そのせいで、そのおかげでと言いましょうかね、そのせいですよね。そのせいによって多くの人が就職できなくなって、失業率が上昇するという悲惨なことになっております。ですから令和もそこに気づいたんでしょう。そこの上げた部分は政府が保障すればいいじゃないかと。でね、やったらとこのね、政府が保障、政府がね、お金を出すべきだということをずっと主張してるんですね。別にね、財政出動が悪いと言ってるんじゃないんですよ。これ非常に危険なこと言ってるのは、例えば4番見てください。公務員を増やしますって書いてあるでしょ。これってね、本当にやばいですよ。つまり国にぶら下がる人をたくさん作れということです。しかもね、公務員を増やすということは、本来なら1人でできる仕事を2人使って雇って、それを2人で分けなさいということを実は令和は言ってるんですよ。これって著しく生産性を下げることでしょう。はい、そして有名なのが、もう皆さん覚えてますかね、ギリシャの例ですよ。ギリシャが破綻しそうになったという話があったの覚えていますか？ギリシャはね、
世界でも稀に見る公務員天国で異様な数の公務員がいると。そしてその公務員たちが早い年齢でリタイアしていき、それに対して年金を国が払うという、もうむちゃくちゃな構図になっていました。で、これはね、記事を探せばいくらでも出てくるんですけども、例えばね、9年前、11年前ですか、結構古い記事なんですけども、あの保守派の論客である川口満さんですよね、建国以来初めて公務員の数を数えた。これすごいでしょ。この記事、私ね、11年前見た記憶があったんですけども、建国で初めて公務員の数をね、ギリシャは数えたんですよ。はい、見てください。そして真ん中の四角、4人に1人が公務員らしいということが分かったと。あのね、このね、らしいとは何かと言いますと、その次にも書いてありますけどね、公務員職というのは日本みたいに市役所の職員とかそういうだけじゃないんですよ。世襲であったりとか、またお金で買えたりとかね、もう訳の分からない状態なんです。だから公務員らしいと書いてあるんですけども、国民の4人に1人が公務員らしきものをやっている国なんて、どう考えだって破綻するに決まってるでしょ。はい、先ほどのね、令和のこれでございますよ。めちゃくちゃ危険なんです。とにかくね、もう共産主義的な発想ですよね。すべてを公務員にしてしまうと。だからどん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 増やしましょうと。この政策というのは、能力のない人であっても、試験のね、下手したら試験の、なんていうの、ほとんどレベルが合ってないようなもの、受けたら受かりますよみたいな公務員の仕事もいっぱい作るということですよ。そして世の中を停滞してダラダラさせるだけ。本当に恐ろしいですよね。まあ、今回ね、これ水道橋博士のうつの話から入ったんですけども、うつに関しては本当にうつ病であれば治してください。休んだ方が私はいいと思います。ただ先ほどの石垣議員もそうでありましたけども、安倍さんに対する病気はものすごくひどい罵詈雑言をこの連中は浴びせかけていましたね。左派の連中もそうです。そして水道橋さんもそうでなかったでしたっけ？私覚えていますよ。相当ひどいことをやってましたよね。言ってましたよね。病気なんて嘘だろうに始まって、でそんなもんで平気だろうみたいなことで平気でむちゃくちゃなことを言っておりました。でもね、私たちはね、じゃあそういうふうに言ったからといって水道橋博士に対してね、いや、うつなんて嘘だろ、この野郎、うつだって別仕事できんじゃねえかみたいなことは言う気はありません。まあ、それはそれでね、ちゃんと病気を治して健全な体とね、あともう一つ健全な精神を養ってね、ぜひね、復帰した時には何か煩悩というものから解き放たれてね、うわー、私は令和に騙されてたと言って自民党に鞍替えしたいですというのを私はぜひ期待したいと思っております。